皆さんこんにちは、DT 村田です。はい、今日僕は新宿に来てます。馴染み深い新宿の歌舞伎町、西武新宿の近くに来てます。とてもすごい場所ができたということで、ちょっと潜入してみたいと思います。僕の後ろに見えるでっかいユニカビジョンがある建物になるんですけど、そこが4月1日から新しくあるお店に変わりました。それが何かというのはこれから行ってからのお楽しみです。ということで早速ですけど行ってみたいと思います。アルペン東京さんがこの大きなビル一帯にできました。やばいですね。入ってすぐなんですけど、バスケット各スポーツ競技と、あとキャンプだったりとかゴルフ用品、地下2階から地上上8階まであるのかな。すごい大きくて、今回ちょっと潜入させてもらいに来ております。私ね、やっぱ卓球の選手なので、卓球が見てみましょうよ。だいたいね、こういうね、大きな、複合施設、商業施設ですか、スポーツメーカースポーツのところって卓球あるんですけど、ちょっと寂しい感じがやっぱね多いじゃないですか。どうなのかなと、僕見たことない、今日初めて来たので、ちょっと見に行ってみましょう。卓球ね、地下1階です。ラケットスポーツね、あ、こうです。ここ見てくださいね、8階カミングスーン、ゴルフクラブだったり、キャンプシーン、アウトドア、ここら辺がすごい話題になってましたよね。で、地下1階にテニス、バドミントン、卓球、バレーボール、スイミングがあるので、地下1階に行ってみたいと思います。ここに地下1階降りるらしいんで、ここから降りていきたいと思います。めっちゃ暑いですね。半袖ですよ、僕。いや、やっぱりできただけあって、4月1日なんでめちゃめちゃ綺麗だし、でかい、あの家電量販店の大きい店舗みたいなイメージですね。はい、降りるとここにテニスですね。テニスアリーの、ちょっと待ってください、皆さん見てください、あの奥に見えるラケットの数、これすごくないですか。ウェアはもうかなり多い、豊富ですね。お、ティガーで、シューズここにあります。シューズもかなり揃えてますね。ユニフォーム、え、皆さんすごいですよ。新宿来て飲んでそのまま帰り、もう飲んだ勢いでラバ買っちゃうとかって来てもいいぐらいのラバの量です。ビクタス全部あるな。反対見るとタマスです。すごくないですか。こんだけ揃えてるこの複合施設あんまないと思うんです。でラバも見てください、専門店かっていうぐらいちゃんとあります。すごい。で、チャウテープとかもね、一通り、初心者用のラケットとか全部あって、カラーのラケット。すごいっすね。これ、なんか今まで見たところで結構上位に入りますわ。結構シダラケットの数です。これ全部シダラケットなんだろうな、多分。あとで、担当の方にお話を聞いてみてるんですけど、結構ナウイラケットありますよ、いっぱい。ありがとうございます、いらっしゃいませ。なんか他にあるんですかね。いらっしゃいませ。ダイアル、シダかもしれないです。
これも後でちょっと聞いてみましょう。はい、今回ちょっとお話を聞かせてもらうアルペン東京の加藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、初めて来たんですけど、はい、でかいですね。まず大きさはやばいですね。本当に、しかも歌舞伎町の本当目の前、はい、いろいろやばいですね。いろいろやばいと思います。で、加藤さん、ここの卓球コーナー、はい、担当されてると思うんですけど、はい、最初に見て思ったのが、はい、あのこうって加藤さんが大体こう物とか、はい、入れるものとか、はい、置き方とかって考えられたんですか、はい、メインで。そうですね、まあ、あの自分の方で商品のバイングをさせていただいてますので、まあ、商品選びと、ってところも含めてですね、担当させていただいてます。加藤さん、卓球経験者ですよね、多分。そうですね。ですよね。16年やってまいりまして、自分の全てをここにぶつけてみました。結構やったっすよね、これ。結構ちょっとそうですね、あの個人的にはだいぶ思い切って。いや、さっき、はい、簡単にちょっと見させてもらったんですけど、はい、あのよくある、まあ、こういう大きな、はい、いろんな競技だったりとか、はい、アウトドアとか、あの置いてある、はい、まあ、複合施設じゃないですけど、はい、の卓球コーナーって正直だいぶ寂しい感あるじゃないですか。はい、おっしゃる通りだと思います。それがちょっとね、いや結構これ、あの担当者の方やったなっていう。そうですね、多分卓球やれてる方だと、あの同じ感想はやっぱりやったなっていうところは、あの、ね、持っていただけるとは、はい、そこは自信持って、あの言えるところかなとは思ってます。なんか専門店に近いぐらいの、ちゃんと専門店に自分で買い物をしに行って、はい、ている方、はい、やってる方でが並べてんだろうなっていう並び方だったりとか、はい、ディスプレイの仕方をされてるんで、絶対この担当の人卓球大好きだよなって。バレてますね。見てたんですけど。ありがとうございます。バレました、はいはい、しかもあの奥に見えるの、はい、シダっすよね、多分。はい、あれが、シダラケットで約40本ほど、準備してますので、まあ、実際あの体感しながら、あの商品をお選びいただけるっていうところまで、あの整えさせていただいてます。なるほど。ちなみに加藤さん、ここのスペースを作る上で一番こだわりポイントってどこかあります？こだわりポイントに関しては、やはり一つはまず今挙げていただいたシダラケット、はいはい、あのどこまで行ってもあの感覚のやっぱスポーツだと思うので、うんうん、あの言葉だけでは言い表せないところであったりとか、自分独自の感覚っていうところはまず確かめていただきたいなっていうところで、あの一番のポイントとして、うん、でそれをあなかなかこう表に立ってこう見せるっていうところが、多分今まで僕が見てきた中であんまり多くないと思ってたので、はいはいはい、そこをちょっとディスプレイとして一個あの使うっていうところもこだわりの一つにはなってます。ありがとうございます。いや、シダラケットがあるってことですよ、はい、これシダラケットあって、はい、シダできなかったら、はい、もう何してんのか、とんでもないじゃないですか。場所として、はい、あるんですよね、シダラケット。もちろんこちらに。そうなんですよ、はい、皆さん、ございます。新宿のど真ん中に卓球できる、シダダスできるスペースがあるんですよ。すごくないですか。まあ十分、打って打感感覚確かめるには十分ですよ。はい、ありがとうございます。しかもあそこに、はい、白い卓球ラケットいっぱいあるじゃないですか。あ、さすがです。これ多分卓球やってる人しか気づかないと思うんですけど、ここのアルペン東京ですね、この店舗に関しましては、はい、以降あのサステナブルというちょっと観点もテーマの一つになってますので、もう使えなくなってしまったあの破棄するラケットをちょっと、うん、あの集めさせていただいて、ディスプレイとしてあの使わせていただいてます。でここは卓球だけじゃなくて他の競技も実は至るところに隠されてますので、まあ、そこも一個見ていただけると嬉しいかなというふうには思います。じゃあ塗ってるんですね、ラケット。塗ってます。真っ白にあの基本まず塗って、で一応ここはプレイルームというところになりますので、一応プレイっていうところ、うん、体感できますよっていうところだけ上で書かせていただいてるんですけど。見ますよ、皆さん何のラケットか分かるんじゃないですか、これ。これ多分これだけで分かったら相当すごいですね。いやでもね、多分、はい、分かりますか、見てる人は。いや、あれはこれでしょってね、絶対分かる人いるんですよ、はい。いや、ぜひちょっと見に来ていただきたいですね。そうですよね、はい。まあ、これとかもね、結構ね、ここのラインとかちょっとね、特徴的だしね。そうですね。まあ、ここら辺はもう、ザ。ザですね。はい。ここがザですよ、皆さん。ここがザです。レンズが。ね。はい。へー。これは皆さんぜひ、そこで写真撮ってもらえると嬉しいですね。いや、そうですね、あのインスタグラムであったりとか、うんうん、SNS にバンバン上げていただけたら助かります、うん、皆さんぜひちょっと一度来てみてください。
はい、加藤さん、座りました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろさっきのプレーです。はい、改めて、はい、まあ、めちゃくちゃ仕入れ頑張った、考えてるだろうなっていう印象だったんですけど、はい、ここ作るときに、はい、まあ、商品仕入れるじゃないですか、はい、選ぶときに加藤さん的にこだわりってなかったんですか？はい、こだわりはやはりこう専門店、っていうところをやはり目指すっていうのはもちろんのことなんですけども、まあ、この、 新宿の、まあ、すごく駅から近いところなので、はい、まあ、フラッと寄っていただいた方でも何かこう1個でも買っていけるっていうところも含めて、ちょっとまあこう小物関係とか、まあ、その辺とかもしっかり揃えようっていうところは意識的に、はい、させていただいたところになりますね。サイドテープとか、サイドテープね、本当にね、入れすぎじゃないっていうぐらいいろんなのがあり一番気軽に買えますからね。そうなんですよね、おしゃれできるところって正直タッキーラケットあんまりグリップも握ってしまって見えないし、ね、まあ、ラバーもカラーラバーが出たにしろ限られてるところなので、うん、まあ、おしゃれできるところはサイドテープかなとは個人的には思ってるので、そこは結構思い切りましたかなり多いですよ、はい、まあ、サイドテープはね、1個あっても2個あっても変わらないので、はい、ぜひ皆さんいろんなの試してみてください。あとはやっぱり、まあ、シダできるってこともありますし、はい、でも営業時間は何時までやってますか？営業時間はですね、夜の10時までになりますので、まあ、多くの方に、夜遅くまでご来店いただけるかなというふうには思ってます。10時までやってる卓球量販店って専門店含めないですよね？まあ、あんまり聞かないですね。はい、10時でしょ、はい、レッスン後も来れるじゃないですか、皆さん。そうですね、はい、飲む直前の方がいいですね。はい、そうですね。いや、分かんないです。飲んだ後の方がいっぱい買ってくれるもん。助かります。前後、飲む前後、はい、と練習の後、はい、で、サラリーマンとかはね、もちろん仕事残業になっちゃって、はい、空いてないやと思ってもここだったら夜10時までやってるんで、はい、と思って来た時に多分品揃えかっていう悩みはほとんどない気がする。僕はパッと 見た感じ。僕知らないラケット置いてありますよね。あ、本当ですか？僕は知らないだけなんですけど。いやいやいや、こんなの出たんだ最近って思うようなラケットも、はい、新しいものから、はい、本当にザみたいな、みんな万人が使いやすいラケットみたいなのもちゃんと置いてあるし、いろいろすごい考えられてるなって。あと本当にスターターセット、はい、初めて見ましたよ僕。あ、本当ですか？多分これあんまりそのどっちかって量販が多分強みになると思うんですけど、うんうん、まあ本当に卓球やられてるお子さん、まあ、部活入りましたって言っても、うん、やっぱ親御さんもわからない方もやっぱかなり多いので、まあ本当に専門ってなかなかちょっと正直入りづらいなっていう方たちもいらっしゃるとは思うので、はいはい、そういうところは逆にこうスポーツデポという、看板のもとだともうちょっと多分入りやすくなると思うんで、うん、まあ、フラッと来ていただいて、まずはここっていうところはもうセットになってるので、うん、1個買ってもらえればまずはもう部活すぐ入れますよと。そうですね、はい、あんなのあるんですね今ね。そうです、ここどうですかね、 3,4 年でかなり一気にまたちょっとこうラケットケースも一緒にセットになったりとか、またちょっと変わったような形にはなってるんですけど、そうですね、もしまあここ来てもらって皆さん何かもうちょっとこういうの入れてほしいとか、このラバーもう少し最高ですとか要望があったらどうすればいいですか？そうです、まあ、店舗の従業員にまず行っていただければ、責任を持って僕のところまで情報は届きます、うん、届くようにさせていただきますので、まあ、そこを持った上でまずしっかり検討させていただいて投入をさせていただければと思いますので、何なりと本当に気になったことがあれば従業員に伝えていただければ助かります。まあ、加藤さんはね、ここの店舗にはほとんどいらっしゃらないんですけど、いろんな責任を持ってここをね、素晴らしい場所にしてくれるとということなので、ぜひ一度足を運んでみてもらえばいいかなと思います。はい、で今回ですね、アルペン東京さん、新しく来たアルペン東京さんにちょっとお邪魔してみましたの回でした。加藤さん、本日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。